お暇なら映画でも。すぐは新作映画レビュー、バッドボーイズライドオアダイということで、映画独自解説家すぐはです。バッドボーイズライドオアダイ公開になりましたね。いや、見ましたか皆さん。面白かったまあウィル・スミス復帰作と、なるわけですね。アカデミー賞事件があって、ビンタ事件があって、そこからの復帰第一作目と、いうことで、今回ねバッドボーイズライドオアダイがあるわけですけれども、まあ健在でしたね。面白かった。もうド派手なアクション満載、コメディ満載、最高でしたね。バッドボーイズでした。まあバッドジジーボーイズですけどね。もうね、もうあのね、若かったウィル・スミスももう55歳、マーカスのね、マーティン・ローレンスに至ってはもう59歳、まもなく還暦と、いうこの2人がマイアミの街を走り回って転げまくって悪と戦うということになるわけですけれども、まあじいさんたちがね走り回って頑張ってて、見ていて面白かったなというふうに思います。もう本当に娯楽超大作ですね。ここ最近ね、ハリウッド娯楽超大作が戻ってきたというところがあると思うんですけれども、本作完璧な娯楽超大作というふうになっております。ただただ映画館に行って、ただただ2時間面白いなぁと思って、で帰るという、そんな映画ですよ。で今回のバッドボーイズライドオアダイですね、続編です。完全な続編、前作のねバッドボーイズフォーライフ、それのもう完全な続編というか、もうフォーライフを作る時にですね、最初から2部作っていうイメージで、作っていたらしいんですよね。だからこの2つで1つぐらいな感じなんですよ。今までのバッドボーイズのシリーズってどっちかっていうと、この読み切り短編というか1話完結型の、お話だったじゃないですかね。まあ一応映画の中で時間は進んでいきますけど、ちゃんとね、そのマーカスがだん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 こう子供が生まれて、子供が大きくなってとか、そういった成長みたいなものはありましたけど、基本的には1話完結の映画が3つ続いたんですけれども、今回のは3と4の連作ということになっていますんで、フォーライフは復習必須というふうに思ってもらって大丈夫だと思います。まあできれば全作品ね、復習しておいた方がいいかなというふうに思いますけれども、そんな感じです。ぜひ映画館の大迫力、大スクリーン、大音響で見てください。おそらく楽しかったっていうふうに笑顔で劇場を後にできるんじゃないかなというふうに思います。ということで、この後はもうちょっとネタバレを含みながらバッドボーイズライドオアダイについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。バッボーイバッボーイズということで、ネタバレを含みながらここからもうちょっとお話ししたいなと思います。まずドア玉驚きましたね。なんとマイクが結婚ということで、色男マイクついに結婚ですかと、いうふうになりました。これはね、おおと思いましたよね。まあ結局この結婚したっていうエピソードが、このストーリー中ずっと、まあ多少おざなりというか完全にこの何物語のために結婚させられたみたいなところが、まあ、多少あったんですけれども、まあ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 別にこの映画娯楽映画だし別に一緒という感じもあるんですが、マイクがね結婚をして、そこでマーカスが倒れてというところでね始まるわけですね。でこの今回このマーカスが一回死んで生き返ったというところで、もうこれがずっとギャグになっていくわけですよね。この作りがね、すごく面白かったなというふうに思いました。このマーカス俺一回死んだからっていう天丼的なまあ何かっつうと、俺はもう全部わかってるんだとか、そんな感じのもう死後の世界を見たんだみたいなね、そんな感じのギャグがずっと前編に散りばめられていて、そこはもう笑いのツボになっていくという感じがあってね、面白かったなというふうに思いましたね。でまあ例によって例のごとくですね、結局映画はド派手なアクション、小粋なジョーク、面白コメディ、走るウィル・スミス
銃の乱射、超大規模カーチェイス、銃の乱射、爆発、銃の乱射、爆発みたいな、そんな感じの映画なわけですね。まあそれがバッドボーイズなんですけれども、なのではっきり言ってどんな話だったっけど、いうのはよくわからなくなるわけですね。それでいいんです中身がない映画ですから、バッドボーイズっていうもうシリーズ自体ね、まあ何でもいいんだと。とにかく中身はどうでもよくて、敵がいて敵と戦って、その戦う理由というのがしっかりとあってですね、まあ家族に対する愛とか、そういったものですね。今回に関して言えばもう完全に家族愛というものがテーマになっていたわけですね。前作に登場したマイクの息子がいますよね。なんだっけ、アルマンド。マイクとアルマンドっていうこの親子関係の絆、そしてマイクは今回結婚したんで、その結婚相手のね、奥さんとの絆、あともう家族同様に一緒に暮らしているマーカスと、マーカスの家族たちとの絆、そういったこの家族愛っていうものがテーマになって今回は進んでいって、それが僕たちに伝われば事件の中身なんかどうだっていいんだろうなという感じがまああるんですけれども、今回はまさにそのお話だったわけですね。でビンタ事件からの復帰作なわけですけど、ウィル・スミスが作中でもね、このビンタ事件をいじってるというかウィル・スミスがマーカスにもうめちゃくちゃビンタされるっていうシーンが出てくるわけですね。マイクがね、マイクがすごくちょっと精神的に弱っているっていう風になった時、まあそのなんていうかな、パニック状態に陥ってしまうわけですね。あのマイクがちょっとこの過去のトラウマというか、そういったものがあってパニック状態に陥ってしまったマイクをマーカスがこう勇気づけるというか、しっかりしろって言って精神を保たさせるというか、そういった時にまあビンタをするわけですけれども、何度もね 3,4 回パン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 ってやるんですけど、その時に大丈夫だ、お前は悪くない、お前は悪くないって言いながらこうビンタをするっていうのがね、まあアカデミー賞のあれを意識して当然書かれたシーンだろうなというふうにまあ思うわけですね。アカデミー賞でもね、この家族愛というところからウィル・スミスはまあビンタをしたというまあ事件があったわけですけれども、一応そこを意識したシーンもあってですね、でもだからといって無理やり入れ込んだという感じでもなく、物語上しっかりとこれはつながっているんで、そのアカデミー賞の事件を知らなくても全然全く問題ないシーンなんですね。だからここは作りとしてすごく上手だったなというふうに思います。アカデミー賞事件を知ってる人しか楽しめないシーンになっちゃうと、今はいいですけどね、20年後30年後50年後見た時にそのシーンが全然意味が分かんなくなるシーンになっちゃっちゃダメなわけですね。だからストーリー上そこでマーカスがマイクのことをビンタするっていうのはストーリー上全然あり得るシーンであって、さらに今のこの段階だとアカデミー賞事件を、契機にこう見れるっていうところもまたいいっていうね、そういった作りになってるのが良かったなというふうに思いました。まあ、今回は、マイクとマーカスが容疑者として追われるというところがストーリーのメインになってくるわけですけれども、まあ、どんなに追われようが、敵がいろんなとこから攻めてこようがですね、この2人が死ぬことはないわけですね。冒頭でマーカスが一回死ぬわけですけれども、でも死ぬわけないわけですよ。そういうもんなんですね。いわゆるシティハンターのサイバリョウとかと同じで、主人公には弾が当たらないというか主人公は絶対に死なないというか、敵のエイムはひどすぎるというか、そういうのになってるわけですね。それが映画、それが娯楽映画なわけです。だからそこがね、しっかりと確立されていたんで、往年のアクション娯楽映画のようにね、彼らは絶対大丈夫っていう、この見てる側も安心感を持って、ただただ画面を見て楽しむということだけに集中できるっていう作りがね、すごく良かったなというふうに思います。ただその代わりマイク・マーカスは絶対に大丈夫ですけれども、その他の人たちは何とも言えないわけですね。まあ当然マイク・マーカスは大丈夫だし、マイク・マーカスの家族たちは大丈夫だと思いますけれども、例えばアルマンドはひょっとしたら死ぬかもしれないとか、または今回出てきた、新しく出てきた仲間たちとか、そういった人たちは死ぬかもしれない。まあ前作から引き続き出てきているチームもいたりもするんですけれども、その人たちはひょっとしたら死ぬかもしれないっていう可能性があるわけですね。マイク・マーカスあたり
が死なないことが確定しているだけに、周りは死ぬかもしれないっていうところのこの興味というか、そういった部分で描いていくのがまあいいんじゃないかなというふうに思います。まあ実際ね、前作でハワード警部ね、上司のハワード警部が殺されるっていう、シーンありましたし、そんな感じで、まあ主人公2人は OK だけどみたいな、そんな感じの進め方が正しい進め方ですよね。まあとにかく面白かった。マーカス今回完全にコメディリリーフというか、そんな感じで緊張している場面でこう緩和させてくれるわけですね。緊張と緩和というか、シリアスとギャグというか、この落差がものすごくて、僕本当ゲラゲラ笑ってました。面白かったなーっていう感じがありました。シリーズで多分一番コメディ部分が多いんじゃないかなというふうに思いますね。もうなんか5分に1回とか10分に1回は笑いどころが、大きな笑いどころがあるみたいな、そんな感じがありましたね。まあマーカスの義理の息子のレジーがね、今回大活躍するわけですね。もう初登場の時からレジーは、なんだこいつみたいな感じのね、なよっとしたなんか使えねえ男みたいな感じで出てきたわけですけれども、最初はね、娘のなんか初恋の恋人みたいな、そんな感じで最初出てきたわけですけれども、そこからね、もう結婚もして、子供もできてと、マーカスはおじいちゃんになってという感じにこうなっていくわけですけれども、このレイジーがね、まさかの大活躍、いやーやるねという感じでしたね。まあレイジー海兵隊っていうことなんで、訓練もしてるんでしょうけれども、まあ、すごかったねと、レジーのあのシーンは良かったなと思いましたね。あと今回撮影でマイクというかウィル・スミスがね、実際に撮影の時に自分でカメラを背負ってこの自撮りのアクションシーンがあったわけですよね。どっかに多分動画あると思いますけれども、この自撮りのアクションシーンのシーンはですねすごく迫力ありました。僕最初にそのメイキングだけね、映像で見ていたんで、動画で見ていたんで、こんな風にやってんだ、なんかすごいねっていう風にまあ思ったんですね。こんな撮影の仕方あんだみたいな感じでまあ思って、へえって思ってただけなんですけれども、実際そのシーンを映画で見るとですね、これすげえと思いました。ものすごい臨場感があるというか、そんな感じがありましたね。すごかったなという風に思います。まあ、バッドボーイズシリーズ、まだ続く可能性はあるよというふうに言っているみたいなんで、まあ、今回の成績次第ということみたいですけれども、まあ、バッドボーイズシリーズいくらでも作れるんで需要があるんだったら、作ればいいんじゃないかなというふうにまあ思いますね。マイクもね、結婚したし、そしたら今度マイクの子供が出てきたりするお話になっていくんでしょうというふうになりますよね。そうするとマイクの子供とマーカスの孫が同世代みたいな感じになってくるんで、このあたりのね、やりとりも面白くなってくるかなと。マーカスはおじいちゃん、マイクはパパね、そんな感じでどうなっていくのか、楽しみかなという感じがあります。まあ、今回はマーカスが死んだんで、次回はマイクが死んで、お互い一回ずつ死んだな、みたいな、そんな感じになってくる可能性もあるかな、なんて思ったりしました。ということで今回は、そう。アメリカではね、もう、2週前ですか、に封切りされているんですけれども、結構ですね、評価は厳しいっぽいですね。で、いろいろちょっと見てみたんですけど、まあ、例えばロッテントマトは、この映画批評価スコアが 64% なんですね。に対して一般スコアは 97% なんで、一般観客からは大絶賛されているけど、批評家からはまあ 64% の評価ということですね。だから 64% の人がいいと言っているということで、まあ十分みんないいって言ってるんですけどまあ賛否分かれている部分があるっていうことみたいですね。で、 P の方の意見をちょろっと見てみると、前作てかシリーズと変わらないじゃないかと、まあ面白さだったりアクションだったりそういったものが変わらずあるんで、同じのをもう見たよというか、そんな感じがあるねとか、結局主人公たちが強すぎて全く面白みがないとかですね、あ、この人たちは弾が当たらないのね
みたいなねな見ていて楽しくないわねみたいな、弾当たらない人が戦場に行っても何も楽しくないわねとか、そんな感じとかですね、ギャグが多すぎるんじゃないかとか、そういったコメントがなんか多いっぽいですけれども、まあ僕から言わせればね、何言ってんだこいつらという感じですね。娯楽映画なんだよこれはと娯楽映画に何を求めているんだいということですね。この例えば道徳的な複雑なテーマとか、そういったものを映画の中には一つも入っていないからダメだって言っている評論家がいるんですけれども、そんなもんこの映画にはいらないわけです。ね今までの、これまでの2,30 年間ずっとあったハリウッド映画の教科書的なものといえば、社会性、社会的に貢献する映画を作らなきゃいけないとか、そういったものが今までこの 2,30 年間主流だったわけですね。だから映画がどんどんつまらなくなっていったわけですけれども、ここ最近やっとね、そのつまらない映画を作ってどうすんだと、映画ってのは楽しいもんだろうと、楽しいものを作ろうぜっていう波がまた来ているわけですね。でその波に乗れない奴らがですね、この映画には語るべきものがないとか、この映画には道徳的なものがない、社会的に貢献できるエピソードが何一つ入っていない、ただ映画を見て2時間楽しんでそれで終わりという、無駄な時間を過ごすだけの映画だみたいなね、そんな評が多くて、この評論家スコアが下がっているというところがあるんですね。この読んでみるとね、みんなのコメントを、ただいらねえなという感じがあるわけですね。まあそういう映画があるのはいいですけれども、そういう映画はそういう映画でやってもらって、こっちはこっちで楽しんでるんで、全部を同じにするんじゃねえよというふうに思えますね。まああとその同じじゃんみたいなね、そういったコメントも結構あるんですけれども、シリーズと同じことを今回もやってるだけで、何か更新されているものが特にない、見当たらない、だからまあ解雇主義というか、まあサザエさん的というかね同じことをやっている、この安心感が欲しい人は 見ればいいんじゃないみたいなね。ただこの映画に新しい発見や新鮮な興奮みたいなものはないよみたいな、そんな感じのことを言っている人もいるんですけど、いいんですバッドボーイズはそういう映画なんです。そうじゃない映画もあるんで、そうじゃない映画はそうじゃないので見ればいいんです。バッドボーイズはそれでいいんです。僕らが見たいものを見せてもらうっていうのがバッドボーイズなんですね。ただただ2時間本当に頭を空っぽにして楽しむ、それがこのシリーズなんですね。だから、いいんです。楽しければいいだろうという感じがあるんですよね。で本当にね、僕も本当に口が酸っぱくなるほど言っていますけれども、ハリウッド娯楽超大作ブームが来ますから、っていうかもうそろそろ来てますから、だん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 ですね、社会性のある映画っていうのは、つまんないねっていうか面白くないねっていう時代がやってくるんですね。その中にたまに本当に素晴らしい名作っていうのが生まれて、それが話題になるっていうことはあると思いますけれども、今みたいにね、平均的になんとなく社会的な意義のあるものみたいなものを映画に入れ込めばそれで OK っていう時代はもう終わるんだよということをね、このアメリカの批評家たちも分かってくれよと思っております。よそはよそ、うちはうちと、そういうことですよということで、今回はバッドボーイズライドオアダイ新作映画レビューでした。ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いいたします。サブチャンネル、 LINE スタンプ、そしてメンバーシップ、スグワの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いいたします。スグワの裏を知る者たちメンバーシップではですね、僕この映画試写会に見に行ったんですけど、その時の、様子なんかもね、動画にしてありますんで、もしよかったらそっちも見てもらえたらなというふうに思ったりいたします。ということで、ウィル・スミスおかえり、ビンタ痛かったね、でもこれでまあみそぎは済んだということで、バッドボーイズライドオアダイでした。皆さんもね、もうただただ頭空っぽにして2時間楽しい、面白い、ああ面白かったというふうに終わって帰れる映画も楽しみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 Bad boy, bad boys, what you gonna do?